ウナサナ県、あるいはウナサナ関東は、ボスニアヘルツェゴビナ共和国のエンティティである、ボスニアヘルツェゴビナ連邦を構成する県。県とは美八。県名は県内を流れる、ウナ川とサナ川の名前にちなむ。歴史的に、サジンスカ・クライナと呼ばれてきた地域と、ほぼ範囲を同じくする。ウナサナ県には、2001年の推計値で30万5000人前後が、居住しており、 そのほとんどは民族的ボシュニャク人である。また、セルビア人も居住しており、そのほとんどがボサンスキペトロバツに住んでいる。2003年におけるウナサナ県の人口は30万4000人であり、その民族別の内訳は次の通りである。クロアチアとの地理的な近さ、そしてその細長い県の形から多くの交通路がクロアチアのザグレブ及び、 アドリア海沿岸地方に伸びており、ボサンスキノビビハチクニンを結ぶ鉄道路線などがある。ユーゴスラビアで最大の軍事空港だったジェリアバ空軍基地はビハチの近く、現在のクロアチアとの国境のすぐ近くに位置している。ありがとうございます。